皆さん、こんにちは。元宝塚トップスターで絶大な人気を誇っている天海祐希さん、宝塚を退団し女優に転身してからも彼女ほど両方で成功した人はいないのではないかというくらい多くの人が憧れる存在です。しかし天海祐希さんは2023年現在55歳となりますが結婚されていません。今回は天海祐希さんが結婚しない理由と飛鳥との不倫、また逮捕間近という驚くべき噂についてもお話しいたします。天海祐希さんは東京の上野駅のすぐそばで生まれ育ちました。幼少期は女の子が好む傾向がある遊びはもちろん、男の子が好む傾向がある遊びもして楽しんでいたようです。テレビは8時だよ全員集合が大好きで、小さい頃から人を笑わせるのが得意だったとか、幼稚園のお遊戯で先生からゆりちゃんは声が大きくてお芝居上手ねと褒められ、その一言でゆりちゃんはお芝居する人になるって決め、それから彼女の夢はお芝居をする人となり、ブレずに成長したとか、小学時代から中学時代は内気で自分から話すのが苦手だった天海祐希さんでしたが、演劇部に所属して劇で主役を演じたり生徒会の書記をしたりとご活躍をしていたようです。天海祐希さんが芸能界に入ることになったきっかけは中学のことでした。中学で演劇部に入部した天海祐希さんは2年生の時に宝塚ファンの担任に勧められ宝塚歌劇団への入団を志望します。その後高校生の時に宝塚音楽学校の受験準備のため大滝愛子バレーアートに通うようになりました。1985年宝塚音楽学校に首席で入学。宝塚音楽学校入学は首席でしたが、宝塚歌劇団入団時は26番だったようです。1987年73期生として宝塚歌劇団に入団。雪組公演、宝塚踊り参加、サマルカンドの赤いバラで初舞台出演を果たします。1989年歌劇団ニューヨーク公演メンバーに選出。1991年には4期上の久世聖歌さん、若尾梨沙さん、1期上の真織由紀さん、大海博さんらを飛び越し月組2番手男役スターとなります。1993年初舞台から7年で月組トップスターに就任。順調に宝塚でトップスターに上り詰めた天海さんでしたが、その2年後の1995年12月28歳の時に Me and My Girl で退団しました。そんな天海祐希さんですが、過去に熱愛報道はあったものの現在も結婚はされていません。天海祐希さんが結婚しない理由について、一人で寂しくないからそれでいいやと思っちゃうと番組でお話していたことがありました。きっとこう言えるまでにはいろいろな経験をされてきたからだと思いますが、多くを経験した現在の気持ちとしては、一人の生活を楽しんでいることがまずは天海祐希さんが現在独身でいる理由の一つのようです。特に50代になってからますます楽しいという気持ちが強くなったという天海さん、40代までは出産なども含めて人生の選択肢があるからこっちの人生の方がいいのかなとか、あっちの人生かなと迷うことも当然あり、大変だと感じることもあったものの、今となっては家族の意見や周りの言葉にも振り回されることなく、自分の好きな仕事を思う存分できることが楽しくて仕方ないそうです。また天海祐希さん自らよく発している言葉でもありますが、天海祐希さんは自分の家には誰もいてほしくないそうです。自分の今の生活に誰かが入ってきてほしくない、もうそこに本当に何かいてほしくない、家には本当にいてほしくないっていうか家にいられたくない。たびたびテレビのトークバラエティ番組でこのように明かす天海祐希さん。天海祐希さんはもしかしたら好きな男性にも弱音を吐きたくないというか、弱い自分を見せられないタイプなのかもしれませんね。これまで幾度となく男は裏切るけど筋肉は裏切らないという発言をしています。過去にはプロサッカー選手の永井秀樹さんや吉川晃司との熱愛が報じられたことがありました。永井秀樹さんとは4年で破局し、相手の浮気や吉川晃司さんも他の女性と結婚したことなどから
裏切られていたのではないかという報道があったりと、ネット上では天海祐希さんが独身の理由や結婚願望がなくなってしまったのは、これまで恋愛のトラウマがあるからではないかと言われています。実際にトーク番組ではマツコ・デラックスさんが天海祐希さんの過去の彼氏について、甘えてこられるの、男がみんな甘えるのと天海さんの言葉を代弁すると、天海さんも肯定し、なんで私はこの人のためにこんなことやってるんだろう、私のやりたいことはそっちじゃないじゃんと思うようになったようです。週刊さんまとマツコという番組でもマツコ・デラックスさんから、意外と面倒くさい男と付き合ってきたのよ、意外と変な男が好きなのよとバラされていて、天海祐希さんは否定せず舌打ちしていました。面倒くさいので選ばないようにしているんですと、独身理由を過去の恋愛のトラウマであることを明かしています。恋愛に興味がなくなってしまった天海祐希さんですが、女優の桃井かおりさんから交際を申し込まれたことがあるそうです。かおりさんに、お友達からお願いしますと言われた天海さんは、お友達からっていうのは期間が面倒くさいので結婚してくださいとプロポーズ。桃井かおりさんは天海祐希さんと共演し、これまで共演した女優さんの中でも史上最強、気持ちが良い方だったことから好きになったそうです。お互いを女優として尊敬し合う二人なので相思相愛のようですが、天海祐希さんを前に多くの女性が性別を超えて交際を申し込みたくなるようです。きっと天海祐希さんは男性よりも男性的でかっこよすぎるのが結婚との縁がない人生の理由なのかもしれませんね。そんな天海祐希さんですが、どうやら薬物で逮捕間近な大物芸能人2023に入っているとの噂が流れました。ここからは本当に薬物を使用し逮捕間近なのかを見ていきます。トースポでは以前に薬物で逮捕された芸能人の酒井典子さん、清原和博さん、飛鳥さんの次に逮捕される大物女優として A という名前を挙げたのです。その大物女優 A というのはシルエットとイニシャル A から天海祐希さんではないのかという噂で騒がれることになったのです。噂の発端はチャゲ&アスカのアスカさんです。天海さんはもともとチャゲアスのファンで、チャゲアスの楽屋に手料理を届けたり、アスカさんと天海さんが東京赤坂の高級韓国料理店で親密にデートしていたことが目撃談として伝えられ、さらにアスカさんが天海さんのことを僕の彼女仲間に紹介していることを報じていたといいます。この不倫報道後、すかさず飛鳥さんはフジテレビのワイドショーに出演し、しょっちゅう会っているのは事実と友人関係を認めつつ、記事の内容は全部嘘と天海さんとの不倫疑惑を完全否定していましたが、当時二人が不倫していることは有名だったそうです。飛鳥さんが覚醒剤で逮捕された時に不倫していた土地内かすみさんも覚醒剤で逮捕されたことから、飛鳥さんの影響で天海祐希さんも覚醒剤に手を出していたのではないかという憶測が流れることとなったようです。しかし当時の飛鳥さんは天海祐希さんだけでなく一般人にも片っ端から手を出し、昼夜問わず不倫を楽しんでいたようです。底なしの性欲の行き先が次第に覚醒剤に向いていったと分析されており、天海祐希さんが関係を持っていた当時はまだ薬には興味を示していなかったと言われています。飛鳥さんだけではなく、高知昇さんが薬物で逮捕されたことも天海祐希さんの逮捕が近いのではないかという噂の原因になったようです。高知昇の親友に覚醒剤で逮捕歴のある会社経営者がいたようなのですが、その経営者と天海さんもまた親友のような間柄だったため業界内で噂となったようです。また天海祐希さんは2013年に心筋梗塞を患っているのですが、これも覚醒剤の噂に拍車をかけました。心筋梗塞の原因は肥満、高血圧、糖尿病、コレステロールが多い食生活、喫煙、ストレスなどが考えられるそうですが、覚醒剤によるオーバードーズも多く報告されています。天海祐希さんも覚醒剤が原因で心筋梗塞となったのではと噂されていましたが、天海祐希さんは
ヘビースモーカーでもありました。主な原因としては喫煙でしょうね。なお、退院後はきっぱりと禁煙されたそうです。そんな天海祐希さんですが、友人らに同じ宝塚の先輩についてこう漏らしていたといいます。彼女は嫌いなのよ。一体誰のことを指しているのでしょうか。友人の一人はこのように明かします。100周年式典にも連続参加した真矢美希です。彼女は81年入団なので天海の6年先輩。ただ天海の中では真矢は劇団の体制派という認識のようです。当然反りは合わない。対談後、真矢は女優としてなかなか芽が出ませんでした。一方、天海はすぐに映像の世界でもトップ女優に。真矢はゆりちゃんみたいになれないなどと語っていましたが、天海はわざとらしいと冷めた目で見ています。かたや真矢美希さんも天海さんへの不満を漏らしており、二人は犬猿の仲です。私も直接真矢さんが天海さんに関する悪口を言っていたのを何度か耳にしています。真矢の友人真矢さんは昨年末、某週刊誌の取材に対しても、今は時代がパワハラやセクハラにすごく厳しくなりましたけど、でも宝塚はアスリートの世界もそうだと思いますが、ある程度の上下関係とかしきたりとか伝統とかそういうのを教え込まないと割と作れない世界なので、と旧態依然とする宝塚の体質を擁護していました。宝塚関係者はこう語ります。パワハラを肯定する感覚が天海さんには理解できない。真矢さんとの溝は埋まりそうにありません。果たして天海さんの姿勢を宝塚はどう受け止めているのでしょうか。事実確認を求めると以下のように回答しました。天海の100周年式典欠席は対談者全員に一律で案内を送付し、出欠の回答をいただいております。欠席の理由までは分かりかねます。天海が宝塚の体質に声を上げてきたことは、すでに対談されている方のコメントについては回答を差し控えさせていただきます。では嫌いと名指しされた真矢さんはどうでしょうか。記者が真矢さんの携帯を鳴らしました。宝塚のことですいません、今打ち合わせ中なので事務所を通していただけませんか。事務所に天海さんとの関係などについて尋ねると、回答を控えさせていただきます。天海さんの事務所にも100周年式典の欠席や真矢さんに対する嫌い発言などへの見解を尋ねたところ、個々のご質問についての詳細な回答は差し控えさせていただきます。天海さんが30年前から兼をしてきた宝塚の体質、宝塚の最高傑作と言われ、数々のステージの中央でスポットライトを浴びてきた天海さんは、時に異端児とされいじめの標的になったこともありました。しかし天海さん自身は公の場で宝塚時代のことをあまり語ってきませんでした。演劇関係者はこう語ります。天海さんは過去の苦労話をすることをあまり好まないんです。大変だったことや納得がいかなかったことでも自分の中で整理がついていればわざわざ話さなくていいという考え方なんです。苦しい記憶であっても今となっては自分を形作る思い出の一つだという思い、それだけ宝塚時代を大事にしているのでしょう。だから軽々に話したくないという気持ちが強いんだと思います。当時の音楽学校の生活は軍隊並みの厳しさだったといいます。起床は4時半、早朝6時過ぎから8時過ぎまでは音楽学校特有の掃除の時間でした。綿棒や筆まで使って教室から廊下校内の至るところの隅々まで埃を取り除きます。それでも残ってしまった埃を見つけられ、これなーにと先輩からの嫌味な言葉が飛びました。埃ですとも言えないから謝るしかないんです。口答えも反論もできないんです。宝塚在籍時の1994年、天海さんは雑誌のインタビューでそう話していました。ハードなのは掃除だけではありません。休みは日曜日だけで、毎日日本舞踊に演劇にバレエにタップの稽古が続きます。鼓笛行進といって1時間ひたすら行進するカリキュラムもあったといいます。出来が悪ければ
容赦なく本科生からの厳しい声が飛びました。天海さんを支えたのは、高校を中退してきたのに辞められないという反骨精神でした。送り出してくれた両親に面目が立たない、そういう価値観が彼女の原動力になっていたのでしょう。前室、演劇関係者、どれだけ辛くても黙々と日々の稽古に耐えていた天海さんでしたが、上級生に対し怒りをあらわにしたことがありました。もはや指導とは言えない、いじめを目撃した時です。同期の一人が本科生からいじめを受けたことがあったんです。その時天海さんは、一人だけをいじめないでくださいと憤慨した。理不尽な理由で動機が課せられたトイレ掃除を、私も一緒にやりますと買って出たこともあったそうです。そうした上下関係を見てきたからでしょうね。天海さんが本科生になった時には、夢を見せる存在である宝塚がこんな規律に縛られていてはいけないと、リーダーシップを取ってルール改革をしたそうです。音楽学校を卒業し、月組に配属された天海さんは、それからわずか半年ほどで入団7年目までの宝ジェンヌで公演を行う新人公演で主演に抜擢されました。端的に言えば、6年分の先輩を追い抜いたことになります。しかし、抜擢された天海さんに羨望と嫉妬の視線が向けられるようになったのは言うまでもありません。新人公演の主役を金で買ったという噂が流れたんです。それを信じた知り合いが天海さんに直接、いくらかかったんですかと尋ねたこともあったそうです。他にも、受験をせずスカウトだったとか、5年でトップにするという密約で入った、宝塚から契約金をもらったといったものもあった。音楽学校の入学前に一度モデルを務めたことから、そうした話になったのかもしれません。天海さんのそれまでの努力すべてをなかったことにされるようなものでした。前室、演劇関係者、公演で身につける衣装がなくなったこともあったといいます。それでも天海さん自身は明らかに自分に敵意を向けている人ともコミュニケーションを取ろうとしたんです。そっけなくされても、どんどん話しかけていった。ただ、そうした努力にまで鈍感だ、ヘラヘラしているという声が湧いた。根も葉もない噂が広まっていく歌劇団に、天海さんが絶望を覚えたことは想像に難くありません。その後、天海さんは入団7年目の1993年に月組トップスターに就任。これもまた異例の速さでした。しかし、天海さんがステップアップすればするほど悪意ある言葉が向けられました。超豪華オークションに住んでいるファンクラブの幹部を呼びつけて、夜中に洗濯をさせていたといった噂話までありました。宝塚にいるから噂を立てられると退団を考えたことも一度や二度ではなかったといいます。前述したように、特に退団後の天海さんは宝塚時代への言及を極力控えています。女の世界だからいじめや嫉妬が蔓延すると見られることを嫌ってのことでした。一方で、在籍時には天海さんの苦しみの一端が見えたこともありました。歌劇団が発行する月刊誌歌劇、1995年2月号に天海さんはコラムを寄せていました。今気になっていることを書いてほしいという依頼に、彼女が選んだ題材は1994年11月末にいじめを苦に自殺したある男子中学生のことでした。最近、いじめを苦にした自殺が多いことに心が痛んでならない。きっとその毎日の中では、小さな心で解決しきれなかったこともあったでしょうね。人が大勢いれば全員が同じということはないし、立場の弱い人もいれば強い人もいる。だから、少しでも経験を積んでいる人が、そうでない人を助けてあげられる世の中になればいいなと思います。遥か30年近く前に伝説的宝ジェンヌが残した言葉は空虚に無賛し、現役宝ジェンヌの自死という悲劇を招いてしまいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。